2015年奈良県知事選挙は2015年4月12日に執行された奈良県知事を選出するための選挙。第18回統一地方選挙の日程で行われた。現職の荒井正吾の人気満了に伴う知事選挙。現職の荒井は前年12月に参戦出馬を表明した。知事選は現職の荒井に前年の3月に出馬を表明していた岩崎。 全生駒市長の山下、共産党公認の谷川が挑む構図となった。各党の対応は自由民主党、公明党、民主党、新党改革は現職の荒井を推薦した。共産党は党公認候補として谷川を擁立した。4名、立候補届で順投票率は51.05%で、 前回2011年の52.21%を1.16%下回り、投票率はわずかに下がった。当日の有権者数は113万159人で、投票者数は57万6992人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金母子集外境は以下のようになった。教託金欄のうち、 没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため全額没収された。赤配率は未発表のため暫定計算とした。これまでの知事としての実績を訴えた荒井は推薦を受けた自民党や公明党などの基礎票をまとめ上げ参戦を果たした。元生駒市長の山下は関西広域連合全面加入を公約に掲げ、荒井まで 約5万5千秒差まで詰め寄ったが、わずかに及ばなかった。共産党公認の谷川、岩崎は、支持を広げられなかった。ありがとうございます。